この前泣いた足ばかりしようと準備してたら、なんか軒下に虫がひっくり返ってジタバタしてたんですね。よく見たら君セミじゃないか。何年も何年も土の中で過ごしてやっと地上に出てきたのに、手差し伸べてあげたら、なんとも可愛い子、丁寧に丁寧に登ってくるんですよ。生きて動いてるね、セミの幼虫見るなんてもう生まれて初めて。感動しましたね。しかも可愛い。なんだけどね、もう君が登るとこはここじゃないっていうことで、少し高い木にね登らせてあげようと思ったんですね。おっと、その前にね、こんな間近に生きたセミの幼虫見るなんてめったにないですから、もうドアップでね撮影しとこうってことでこんなふうに撮ってみました。さあお帰り。かわいいですね。なんかね、丁寧に丁寧に一歩ずつ一歩ずつ確かめながら登っていく姿がなんともかわいい。きっとどこか高いところに登って明日の朝までに羽化するんでしょうねってこの時は思ってました。じゃあな、頑張れよってね、このカットエンディングシーンのつもりで撮ってます。30分後に見てみたら、いる。まさかそこで羽化するのって、慌ててカメラを設置。すっごいもん見た。人生観というかね、セミという生き物の命への敬意といいますか、ものすごいパワーを感じたんですよね。こういう早送りの映像はテレビとかでも見たことあるんだけど、実際の時間軸で見るとすごいね、エネルギーを感じるんですよ。せっかくだから時短なしで YouTube にアップしちゃおうってことで、8月10日土曜日夜8時からセミの羽化の模様をプレミアム公開します。すごくゆっくり実際の時間で済みますんで、どうなったかなってたまに覗いてみてください。ではまた。このチャンネルのアイコンはこの顔です。皆さんチャンネル登録